は起きない Don't stop, don't stop the music World Wide おっぱいなんだよ。やっぱり外に出て働くのが怖くなった？引きこもりだから。でもきっと大丈夫。私引きこもりの脱出方法知ってるから。え？それに佐藤君のことだってずっと前から知ってるよ。私ね、佐藤君のことを助けに来たの。引きこもり脱出とそのサポートに関する契約書、いつか手書きかよ。しかも罰金100万円。私佐藤君を助けてあげたいの。そんなことより契約書にサインして。知りたいでしょ、引きこもりからの脱出方法。契約書にサインしたら教えてあげるよ佐藤君。佐藤君なんて呼ぶな。年下だろ。私の年知ってるの？見たところ17、18。うん、大正解。いた。もう1時間も遅刻だよ。お前一体何なんだよ。引きこもりのダメ人間を救済する親切な娘です。俺は引きこもりじゃない。嘘。来たぞ山崎。いいな、俺の姿をしっかり撮るんだぞ。何してるの佐藤君。だから女の子たちを盗撮。女の子なの佐藤君って、もしかしてロリコン？違う、これは取材で仕方なく。言ったろ、俺はクリエイターだから。佐藤君、やっぱりそういう人だったんだ。違う、今のはつい脊髄反射で。じゃなくて取材だから仕方なく。でもその方が都合がいいかも。会話のテクニックはもういいからさ、昨日の質問に答えてよ。ほら、夢分析の結果、たくましい蛇は、リンゴは、銃は、何を象徴してるのかな。佐藤君童貞でしょ。え？彼女もいないし仕方ないよね。バカ言え。俺はその高校の時先輩と、彼女じゃないけど。おっと、こいつまさか最初からそれが目的で。腕とか組んでみようか。は？その方が本当の恋人っぽいよ。きっと普通に見えるよ。うん。このプニュッとした感触は。大丈夫？うわ。汚い。この部屋をお母さんに見せるの？だから片付けてる途中だったんだよ。邪魔だから出てってくれよ。手伝ってあげようか。え？だって今日一日は恋人役だし。佐藤君こんなの読んでるんだ。これは資料だ、ゲーム作りの。仕方なく読んでるんだ。おい意外と。何？あんまりくっつくない。みっともないだろう。でも。え？データスポット？いつの間に？ここではこうしてた方が普通だよ。そうか。ずいぶん早いんだな。佐藤君こそ。たまたま散歩してて通りかかったんだよ。嘘ばっかり。え？引きこもりの佐藤君が
散歩なんてするわけないよ。前よりダメになってるなんて。佐藤くん、外に出よう。そうすればきっといい方向に。ほら、外はいい天気だよ。だからね。佐藤くん、にゃー。お願い佐藤くん、正気に戻って。これからもこの格好してあげるから、カウンセリングに出てきて。お願い。君がもう何言ってきた。全然わかんねえよ。一体何のつもりだよその格好は。だって佐藤くん、ゲームの中でこんな感じの女の子のメロメロになってて。中学の時の制服、エプロン、それに手料理。これなら絶対佐藤くんをこっちの世界に連れ戻せるはず。きっと大丈夫。引きこもりだからこそ、もう二度と外に出たくないんじゃないか。確かに。大丈夫。あ？佐藤くんには私がついてるから、マルチなんか怖くないよ、全然。すっげえ不安。え？それに伴って借金も加速度的に増えていくんです。分かってるんですか佐藤さん。分かってるよ。あの、何でもありません、いつものことです。佐藤くん。あ、いや、もう二人もリクルートしてきたの？いや、そうじゃなくて、クリーニングオフに来たんです。クーリングオフです。またマグロかよ。マグロに含まれている DHA という成分は脳を活性化させるんです。マグロ食ってシナリオが書けるようになりゃ苦労しねえよ。文句を言わない。じゃあ飢え死にしてもいいの？それともあの院長さんみたいに借金まみれになりたいの？いただきます。はい、次はスポーツマンシリーズ。まずは三日とろろ、おいしゅうございました。あ、マラソンの円谷選手の遺書だろ。ピンポンピンポン、大正解。やったー、よくわかったね佐藤くん。有名な遺書だからな。他にも寿司とかぶどう酒とかイカとかがおいしかったって書いてあるんだよな。そうそう、よく知ってるね。君は大丈夫だ美咲ちゃん。寒風摩擦でもして心身を鍛えるんだ。そしたらこんなバカな考えも起こさなくなる。君みたいな可愛い子ならきっと素敵な人生をゲットできる。上を向いて歩くんだ。ねえ、寂しくないの？寂しくないさ。私は寂しいよ。生きていればいいこともあるさ。おじさんやおばさんが悲しむぞ。俺には美咲ちゃんが必要なんだ。好きだ、愛してる、頼む、死なないでくれ。面白いこと言うね佐藤くん。でもダメだよ、死ぬんだから。やっぱりダメか。さよなら佐藤くん。Thank you.
佐藤君のことも何か話してよ。え？何でもいいから、どんなつまんないことでも聞いてあげるから。じゃあ今朝見た夢の話。うん。海から真っ黒な蛇が出てきて、黒光りする銃を撃ちまくって、うん、太くて長い剣を。もうセクハラは罰金100万円わかったわかった。で、宿題は？はい。よし。なんか佐藤君に勉強を教わるのって屈辱的なんだけど。美咲ちゃんは高校中退、俺は大学中退、どっちが偉いか誰にだってわかる。そうかな。絶対に大検通って佐藤君よりいい大学に入ってやるんだから。これで佐藤君も私もきっと大丈夫。 NHK にようこそ。